はい、おはようございます。ボス&クイーンです。今日はね、サムネイルにもありました通り、超大型犬の避妊手術はいくらかかるのと、気になっている方もいるんじゃないでしょうか。ということで、今日はね、クイーンちゃん、金曜日に避妊手術だったので、ざっくりね、避妊手術について、お話ししていきたいなと思います。ちなみに我が家の保護猫ちゃんたち、3匹とも、手術しております。オスもメスも、去勢手術、避妊手術しており、ボス君も、6ヶ月の時、少し早めなんですが、歯のね、手術と、去勢手術をしています。クイーンちゃんは今現在7ヶ月なので、そろそろ手術の時期なので、金曜日手術でした。ということで、まずね、いつ頃手術するのということなんですが、基本ね、生まれて、子犬から飼うとしたら大体6ヶ月から12ヶ月ぐらいじゃないでしょうか。もちろんね、もっとね、後でも大丈夫です。1歳でも2歳でも3歳でも大丈夫なんですが、まあね、一般的に、6ヶ月から12ヶ月だと思います。でクイーンちゃんのね、避妊手術なんですが、いつもの病院で、まあね、昔から通っている病院でします。それ以外にも、12件ぐらいかな、ちょっといろいろ電話してみたんですが、やっぱりね、どこがいいか、安いところで選ぶのか、それともね、いつも行っているところで選ぶのかとかね、ちょっとね、いろいろ悩みながらね、12件ぐらい電話させてもらったんですが、やっぱりね、信頼できる、昔から飼っている、動物病院にしました。少し値段はね、まあ高めなんですが、やっぱりね、あんまりね、安いところ心配とかね、安すぎたら怖いとかね、多分ね、動物病院なんでそんなことはないかと思うんですが、ただね、やっぱり避妊手術いくらぐらいかかりますかと電話した時に、小型犬ですかとかね、中型犬ですか、大型犬ですかとかね、犬種は何ですかとかね、聞かないで値段だけ言う、動物病院もありました。ちょっとね、パパびっくりしました。他のね、動物病院では全部ね、中型犬ですかとかね、小型犬ですかとか大型犬ですかとかね、聞いてきてたんですが、何も言わずね、値段だけ言うて、しかもね、それで終わりでした。ちょっとね、やぶ医者とはね言い切れないんですが、それだけでね判断、病院側もねできるのかってね、そこが疑問でした。しかもね、とても安くて、もしねクイーンちゃん行ってね、本当にその値段なのかとかね、ちょっとねいろんな疑問はあったんですが、まあね、まあその病院はね、その病院でもう、まあね、行ったこともないですし行くこともないんですが、まあね、いろいろ参考になればいいかなと思い、今回トークさせていただきます。ということで、パパね、インターネットでも、いろいろ調べてみました。小型犬が基本というかね、まあインターネットの相場ですよね、相場というか、いろんなね口コミであるような感じなと思うんですが、小型犬が1万5000円から2万5000円ぐらいじゃないでしょうか。そんなことがね書かれておりました。実際ね、パパの知り合いの方、そしてね、過去のね、手術の値段とか、パパ自身ね経験した中でも、そんなぐらいだったと思います。で、ちなみに今回ワンちゃんの、避妊手術、というのが、基本です。避妊手術、去勢手術だと思っていてください。で、小型犬が、さっきも言ったんですが1万5000円から2万5000円、大型犬、まあね、中型犬はね、小型犬と大型犬の間だと思ってください。大型犬が3万円から5万円ということは、中型犬はね、2万5000円から3万円ぐらい、もしくはねそれ前後だと思っておいてください。じゃあね、クイーンちゃん7ヶ月で、7ヶ月です。7ヶ月でね、大型犬の料金で生きるのか、3万円から5万円で生きるのかというところなんですが、実はね、無理です。クイーンちゃんね、7ヶ月でもね、40キロ超えています。じゃあね、いくらなのと、
いくらなのとちょっとね噛んじゃいました。いくらなのというところなんですが、まあね、いろんなところ電話して、安くてもね、5万円からです。超大型犬なので5万円からで、高いところだとね、もうね多分みんなびっくりします。もうねびっくりしすぎて噛んじゃいました。もうね高いところだと9万円です。じゃあねその間は何が違うのというところなんですが、まあね病院によってももちろん、値段設定が違います。それ以外にもね、傷口をね、目立たなくする手術ですよね。ちょっとね専門用語でねパパ覚えていないんですが、普通の手術じゃなくて、傷口をね、より小さくして目立たなくする、人間のね整形みたいな感じだと思うんですが、それがね9万円だということ を、おっしゃっていました。じゃあねその5万円から9万円超大型犬の、避妊手術5万円から9万円でパパはじゃあいくらなのというところなんですが、血液検査ありです。血液検査ありの、避妊手術の値段で、7万8000円ぐらいだったと思います。7万円から8万円ぐらいの間だと思っておいてください。まあね約8万と思っておいたら、いいかと思います。やっぱりね大型犬3万円から5万円、クインちゃん8万円となるとね、5万円から8万円だとね、3万円しか変わらないんですが、3万円からね大型犬の安い方の3万円から、クインちゃんの手術費用8万円だとすると、かなりね、高いんじゃないでしょうか。5万円なんで、ただね、やっぱり昔から通っている病院、そしてね、先生もみんなしていて、信頼できる病院なので、決してね高いとは思いません。さっきも言っていた通りね、犬種とかね、ワンちゃんの大きさ聞かないでね値段をバッと言うね、そんな怪しい病院にはね、パパはクインちゃんを連れていけません。もうね、パパのね娘のように可愛がっています。というかねもうパパの娘です。クインちゃんはねパパの娘です。そんなね怪しいところはいけません。ということでね、超大型犬の避妊手術、7ヶ月のクインちゃん、体重はね40キロちょっとで、まあねだいたい8万円です。あとはね、簡単に、避妊手術のメリットデメリットだけもうざっくりなんですが、言うときますと、メリットとしては病気を減らします。それからストレスを減らします。あとはねヒートになった時、もちろんね個人差はあるんですが、手術してない時よりは、あんまりね苦労がないんじゃないでしょうか。あとデメリットはね、やっぱり手術するにあたって全身麻酔です。体にね、全身麻酔というのはワンちゃんも人間も、それだけね、ダメージを与えるというか、まあね体にいいものではありません。そしてね、もう一個言うとこと、頻繁にあるものではないんですが、なくなってしまうということがあります。ごく稀にね、ワンちゃん、死んでしまっちゃう可能性もないことはないということだけ、胸にしまって、手術となります。それはねオスもメスも、猫ちゃんもねワンちゃんも、みんなね、可能性としてはあることなんで、心に置いといてくださいということで、もうエンディング入っちゃってます。どうでしたでしょうか。今日はね、避妊手術について、パパトークさせていただきました。もしね、この動画がいいなと思った方、チャンネル登録、いいね、コメント、よろしくお願いします。じゃあね、また手術後の、クインちゃん、また楽しみにしていてください。じゃあね素敵ないい一日を。